暦や時刻などを表すために使われ始めた。最初は記号みたいな感じだったのかな。でも意味は持たせたいし、ボトレちゃん、動物さんの感じも出したいし、衣装にするなら可愛いところを見せたいな。頭飾りにお耳をつけたり、ふわふわっとした感じも捨てがたいし、コウトリちゃんってば。おーい、うわー、ほのかちゃんって、みんなも？やっと気がついてくれましたか。なかなか戻ってこないので心配して迎えに来たんです。小鳥ちゃん、一番乗りで練習に来てたはずなのに、いつの間にか姿が見えなくなったからびっくりしたにゃ。みんなごめんね。練習の前に今度の衣装のアイディアをまとめようって思って資料をいろいろ調べてみたんだけど、なかなかまとまらなくて。今度のライブテーマは魔法使いと干支だよね。確かに組み合わせるのが難しそう。その割には結構まとまってるように見えるけど、見せてもらってもいいかしら。うん、こっちのアイディアはね、干支だから動物さんっぽい雰囲気を出したいなって考えてみたの。どうかな。着ぐるみみたいで可愛いにゃ。それでね、あんまり動物を主張しすぎても干支だって分かりにくいかなって。こっちは魔法使いをメインにしてみたんだけど、肩に干支のモチーフの動物が乗ってるのね。干支というかちょっと使い魔みたいね。やはり魔法使いと干支の組み合わせが難しいですね。どちらかに偏ってもいいのかもしれませんが、両方に何らかの意味は持たせたいですし。小鳥ちゃんが悩むのもわかるな。これすっごく考えちゃう。そうなの。でもせっかくのイベントだから絶対可愛い衣装にしたい。よし、こういう時は。何かいいアイデアがあるのですか、ほのか。みんなで悩んだらいいんだよ。衣装のイメージをみんなで出し合えば絶対素敵なアイデアになる。3人寄れば文殊の知恵というし、いいんじゃないかしら。みんなで考えて最高の衣装にできたらいいよね。よーし、そうと決まったらみんなで悩むぞ。リンと花代と仲がいいのかって。さあ早速始めるわよ。魔法使いと干支から浮かぶイメージをみんなで出し合いましょう。魔法使いといえばやっぱりマントニャ。あとトウキとか黒猫とか。干支に猫はいませんが、でも魔法使いのマントのイメージは確かにありますね。うんうん、魔法使いといえばマントだよね。わさってこう広げたりしたらかっこよさそう。いいわね。あとはトウキもいいけど、空を飛ぶわけじゃないから魔法のステッキを持ってみると本格的になるんじゃないかしら。マントや魔法のステッキに合わせて振り付けを考えたりしても楽しそうだね。いいと思うな。魔法使いのイメージはだいたい固まってきているわね。あとは干支をどういう風に組み合わせるかだけど。じゃあ小鳥ちゃんが考えてくれた魔法使いのイメージの衣装にこういうアクセサリーみたいなのをつけてみたらどうかな。さっきから静かだと思ってたら考えてくれてたのね。でも干支の要素がないみたいだけど。ちゃんとあるよ。干支は何も動物に限らないってところがポイントやね。え、どういうこと？この文字見たことあるかも。確か梵字って言うんだよね。これなら動物そのものの形を使わなくても干支を表現できるわね。梵字ってそれぞれに意味と神秘的な力が込められてるのよね。なかなかやるじゃない。魔法使いと組み合わせるならもう少しひねりたいところよね。干支の守護石を衣装に取り入れるのはどうかな。干支には守り本尊っていう守護神がいるんやけど、そのご神体の色を表した守護石があるんだ。守護石って
パワーストーンみたいな？そう、エトの守護石と魔法使いって組み合わせやったらさらに神秘的な感じになるかなって。それいいね。うん、いいと思う。どうかな、小鳥ちゃん、できるかな。うわーって、アイデア浮かんできそう。うん、今ののぞみちゃんの話ですっごく浮かんできたよ。あとはどういう風に見せたら魔法使いの雰囲気と合うかな、みんなに合うかな。和のテイストに振り切って陰陽師っぽいテイストも面白そうではありますね。エトの守護石を操る陰陽師、かっこいいかも。でもこの衣装のアイディアもとっても可愛いから、マントは残しておきたいにゃ。マキちゃんが言ってた魔法のステッキも取り入れたいよね。それならエトの梵字と守護石を組み合わせてアクセサリーにしたらどう？結構目立つポイントになるんじゃないかしら。そうね、この小鳥が考えてくれた魔法使いの衣装すごくいいと思うから、この方向性で考えてみましょう。ありがとう、みんな。あとはみんなに合わせて担当する役を決めたいな。そういうことならうちにお任せ。みんなにぴったりの絵と守護石の組み合わせを占ってあげる。ストーリー、まさか本物のパワーストーンを持ってきてたなんて驚いたわ。こんな占い方があるのね。普段は持ち歩いてないけど、衣装のヒントになればって守護石を持ってきてよかったよ。ちょうど月も出てたしね。うまく言えないけど相性みたいな感じなんだよね。持ってるだけで不思議な感じになるなんて面白いな。エトの梵字と守護石を組み合わせたアクセサリーと魔法使いの衣装の組み合わせなら本当に魔法が使えそうな気がしてくるわね。魔法使いの衣装も私たちらしくこだわりたいですね。マントにも個性を出せないものでしょうか。そうだよね、マントも普通のマントだけじゃなくてミューズらしさをいっぱい詰め込んでみたいな。リンはおっきなマントをバサーってやりたいにゃ。魔法使いのマントなんだしファンタジーな感じを出してもいいわよね。カラフルな翼とか妖精の羽をイメージしてみるのはどうかしら。それいいね、ロマンチックで素敵な衣装になりそう。あとストールみたいな雰囲気も爽やかでいいなって思ってるんだけど、どうかな。巻き方でいろんなアレンジができるし、パフォーマンスにも活かせそうね。いいんじゃないかしら。ありがとう、今のでイメージが湧いてきたから早速描いてみるね。スカートにもマントみたいな取り入れたいな。魔法使いの衣装にエトの梵字と守護石、かなりスピリチュアルなパワーが集まりそうやね。もしかしたら本当に魔法が使えるかも。やったにゃー、リンも魔法使いになれちゃうにゃー。ちょっとリン、掃除のほうきなんて振り回したら危ないわよ。でもリンちゃんの気持ちもわかるな。小さい頃絵本とかテレビで見て憧れてたんだ、魔法使いさん。本当に魔法が使えたらって考えちゃうのよね。ココアたちも魔法使いごっこでよく遊んでるわ。そういえばモノカもよくほうきにまたがって空を飛ぶ練習をしていましたね。あの時は本当に飛べるんだって思ってたんだよ。でも今もね、やっぱり飛べるんじゃないかって思う。のかちゃんらしいね。でも空は飛べなくても魔法は使えるとうちも思うよ。そうよね、私もそう思うわ。ほのかが持っている力ってもしかして魔法なんじゃないかしらって感じることがあるのよ。確かにほのかのみんなを引っ張っていくパワーには感心するわよね。エトの梵字と守護石でさらにパワーアップするんじゃないかしら。あのね、私思うんだ、この衣装が完成して新曲とパフォーマンスを披露したらね、私たち魔法みたいな時間をみんなに届けられると思う。私もそんな気がする。ライブテーマが魔法使いとエトなのも
私たちスクールアイドルの力を信じてくれる人たちがいるからなのかも。そうだよね、きっとそうなんだよ。だから私たちが魔法を